総合美術展日展の名古屋展が今日から愛知県美術館で始まりました。日本画、洋画、彫刻など476点の作品を紹介しています。こちらは前文化庁長官宮田亮平さんの作品、制作の生涯のモチーフであるイルカが躍動する姿が印象的です。訪れた人は地元作家の絵画や陶芸作品にも興味深く見入っていました。日展名古屋展は来月12日まで開かれています。